この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。高画質、上手なプレイはありません。高画質、上手なプレイが見たい方は、ブラウザバック推奨です。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、H です。無欲実況第21回ということで、今回はダンサー会、とことんクエストをやっていきたいと思います。で、今回は、レベッカが10階にいるようで、そちらの方ね、やっていきたいと思います。レベッカ行っていきたい。よし、それじゃあ、10階、行きます。まず青1個は青。ね、青のスキルをちょっと、てか、ゲームスキルを貯めたいからな。だってあれだろ、お邪魔ぷよのやつだろ。じゃあ前回のバージョンアップで、ブックマーク機能と、あと、キャスペの新問題が出たんだよね。わからへんかったらどうしよう。まあ答えは、後で自分で解いて、見せるけど。よく声は前だと全然解いてね。あ、これは簡単や。出ました、レベッカ。私に逆る笑い子には驚きを乗しちゃうよ。待って、それだけはお願いだからやめて。ジャンプぷよ。お邪魔ぷよ増やさないで。止まるし。大丈夫か、こいつ。消そうと思っていたところ、赤返せ。
ちょっとお嬢ぷよから付けられるかしら。片付けます。その前にあんたは脱出しそうだな。うん、はい、片付けた。ライブスキルも溜まってきたな。あと緑と赤と青。上がらない。何個あと？ 3 個。え？ 8 個。3 個。緑！でこう、あ、待って、青のスキルが上がらへん。おいらいよ、狼男ですよ。何それ。お11連鎖。おお、11連鎖のおかげで一人とも一緒に行けた。はい、ということで続きまして、窓石ガチャの日替わりボスの方やっていきたいと思います。で、現在20個ということで、今回の怪しいクルーク、そして明日のアコール先生、そして金曜のエコドーの3回いきたいと思います。で、あ、長い。あ、もうこっちで進めする方が早いな、これ。と、土日にある全員の出現率がアップするガチャはやりません。まあ、かぶるっていうのも嫌やし、パーセンテージが低いっていうのもある。2.5% やったっけ？そんぐらいやったはず。今は 5% やから、そっちの方が高いから、そっちの方を引きたいと思います。うん、で、
積点 5% なので出るかはどうかは分かりません。ということでいきます。あ、動かへん。動かない、動いてくれ。動いた。音だけ、ちょっと。はい。ここで、お。銀。いらねえ。マジか、サラダマンダーかよ。はい、ということで2日目のアコール先生やっていきたいと思います。さて、1つでもどれがいいか出てきてほしいな。よいしょ。銀、ラグナス、そっちで来ちゃったけど。ラグナスか。うん。はい、ということで、とことんクエスト、魔導石ガチャのボス、以上で終わりたいと思います。で、とこくんの最後の方はちょっとごめんなさい。撮影の時間を見るのを忘れてて、思いっきり止まっていることに気づきませんでした。ああ、何でやろう。で、20回まで頑張ってやろうと思ったけど、撮影できへんかったし。くそ。ちょっとショックやば。まあ、今のお席ガチャでまさか7分の素で来たっていうのはちょっと驚きあったけどな。うん、サラマンダードリズやろ。うん、まあ、いっか。ということで次回は、よいしょ。はい、ということでサンマ大量待つということで、サンマ屋台のマグロ、の方やっていきたいと思います。で、もちろん、ウィン&漁師ボーイズ。ボーイズ？男っすか？で、出ました。レベッカ、グレースに続き、ウィンが、今回は出てくるんだよね。魔導石は10個いやから2回やな、引けるとしても。どうだろう、出るかな。
出てないんやけどな。よし、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。次回はサンマ大量待つということで、お楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。パソコン以外の方は説明欄にリンクがありますので、そちらの方からよろしくお願いします。実写チャンネルの開業もいたしました。もしよかったらそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方をお願いします。パソコン以外の方は下の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。